はい今回は藤原竜也のある噂についてですね調べてお伝えしていきますのでよかったら最後まで聞いていただければと思います。 藤原達也のある噂っていうのは何かっていうとですね元ヤンキーだった昔ですね、まあ、ヤンキーだったそういった噂なんですねで最初にお伝えしますがもちろん本当のことっていうのは分からないんでうわ、まあ、噂でありな,なぜそういった噂がまが出るのかっていう、まあ、そういったことと、まあ、あの気になる内容について触れていきますので今回もよろしくお願いいたしますまああの俳優でですねこの元ヤンキーとまわさされる人っていうのが 結構、えーま、いるんですね、うん、あのー、今現在は活躍しているま人気俳優なんですが実はですね、えー、ま元ヤンキーだったとかね、えー、昔ヤンキーだったとか、ま、そういった人がおりましてその中の1人にま藤原竜也がまあ名前が上がるとそういったことなんですねでちょっと このあのあ元ヤンキーのえーまあ話に入る前に、なぜだかわからないんですが、藤原達也の血液型が何型なのかっていうのを気にする人がいらっしゃるみたいなんで、一応まあそちらもあの分かっているのでえ調べてみたんですが、A 型なんですねえ藤原達也は A 型っていうことが分かっていると。で、ここからなんですね、藤原達也のう噂っていうことで、昔ヤンキーだった、あるいはえ元ヤンだったとかね、そういったえ話です。でこれっていうののはあの この噂の出どころというのが2つぐらいありまして、まああの、まあ、この観点から言って、まあ、本当なんじゃないかなとまあ僕は思うんですけれども、藤原竜也っていうのは昔よく喧嘩をしていてね、えー、まあ相手に勝って、えー、まあ強かったんでしょうね。であ、あの相手に土下座をさせていたっていうまあエピソードがあるんですよ。まあ、完全にこれ元ヤンですね、ヤンキーのまあ、そういうことであるとまあこうです、ね。で 藤原達也っていうのはあの、まあ、リスナー様をご存知の方いらっしゃるかもしれないんですが秩父の悪魔っていうまああの称号名称を持っていたと言われてるんで、えー、まあ名前からしてもね、えー、なんかあもう嫌な感じヤンキーな感じだと思うんですよ。で このあのあ今からお伝えするエピソードがおそらくこの、まあ、元ヤンキーであるっていうことをの可能性が高いなとかと思うんですが藤原達也っていうのはと東京に来ていた時ねえー、こ秩父ですから、えー、ちょっと東京とはあと遠いですが東京に来ていた時に芸能事務所のスカウトされたっていうことが分かっているんですねで、えー、まあ,あの藤原達也があの、まあ、中学校の卒業なのかなあるいはあのそのそ芸能界に入るって言った時に、えー、東京のこの芸能事務所の方があ藤原達也 藤原達也の中学校に挨拶に行ったら中学校の先生たちがですね何度も何度も何度もその芸能事務所の方にお礼を言っていたということが言われているんですよこれ何かっていうとおそらくその元,ヤンで元ヤンキーで藤原竜也の対応に先生たち困っていたんじゃないかっていうことが、まあ、あの言われておりこういったことから藤原竜也の元ヤンキーだった昔ヤンキーだったっていうまあ噂なんですがこの可能性が高いんじゃないかと思います。 もちろんはっきりしたことっていうのは分からないんで、まあ、あくまでも噂レベル、まあ、芸能エンタメゴシップですけれども、この藤原達也が元ヤンキーだったっていう話は本当だと思います。まあ、信じるか信じないかはあなた次第っということで、えー、僕はまあこの噂をまを信じますということで、ちょっとまああのリスナー様の何かしらになっていただければと思いまして、今回こちらの件について取り上げてお伝えさせていただきました。最後まで聞いていただいてありがとうございます。